あ、いた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 。かわいい。めっちゃかわいい。なにそれ。今日はですね、今ポケモン GO でクリスマスイベントがやってます。ウェイ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 。で、この前パパが捕まえたの。捕まえたの。いくよ、行ってよ。かわいいピカチュウを発見した。かわいい。めっちゃかわいい。はい、でしょう。鳴き声違うかな。鳴き声違うと思う。じゃあちょっと。でね、捕まえたピカチュウもね、ずっとこれで帽子かぶってんの。やばい。ね、かわいすぎや。ちょっと待ってね。鳴き声を聞いてみましょう。鳴き声違うかな、ね。立ち上げる画面も可愛くなったよね。ピカチュウとカビゴンとピッピとテニガメとイーブイと電気ライト。ね、進化させてはどうなる。進化させたらどうなんだろう。進化させてみる。じゃあ、まず鳴き声か。うん、ピカチュウ。そのままだね。進化させてみようか。いい、いいよ。バーン。ピカチュウ。あれ、なんかさっきバグったな。ピカチュウ。さっきバグったよ。2個の台があったよ。それスマートフォンが安いからな。おー、しかぶった。かわいすぎや。そうなんや。サンタ帽子のピカチュウが進化しても大中もそのままかぶっとるんや。12月12日からクリスマスイベントが始まったんですけど、今、もう皆さん知っていると思いますが、トゲピーやピチュウ。ピッチュウね。ピチュウ。ピチュウ。いや。あと、プププ。その他の、プププリン。上都地方の、ポケモンたちが卵から生まれるようになったそうです。ね。で、まだ全然卵を孵化させてないんですけど、今回この帽子をかぶったピカチュウさんとぜひ一緒に記念撮影を撮ってねということなので、これから帽子をかぶったピカチュウを探しに行って、あやさんとピカチュウを写真を撮りたいと思います。イエーイ。ポケモン GO! データを読み込んでいます。さっきこの辺で見たんですけど、あ、いた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 。いいよ、アイさん、普通に捕まえて。弱いね。あれ、フリーズした。オッケー、捕まった。捕まった。一発、スーパーボール一発。あーちゃん、あーちゃん、あーちゃん、そこそこ、もうちょっとバックして、バックして、さあ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 。あれ、なんかすごいスマホが重い。待ってんな。なにこれ。いくよ、いくよ。取れた、取れた、取れた。弱っ。なにそれ。な、取れたやろ、うまい具合に。うん、よかったよかった。ということで、今回の目的はピカチュウとの記念撮影。うまくいきました。はい、じゃあ皆さんまた見てね。また見てね。